グリーゼ357もしくはグッジョブ357とは地球から海蛇座の方向に約31光年離れた位置にある11等級の赤色矮星である。グリーゼ357はスペクトル分類 M2.5 ボルト型に分類される普遍的な赤色矮星の一つで太陽の約3分の1ほどの質量と半径を持つ。表面温度は 約3500系ほどしかなく、高度も太陽の約1.6%ほどしかない。天球上での固有運動が大きい、高速度星に分類される。講述する太陽系外惑星探査機テスの観測対象で惑星が存在する可能性が示されたため、DIC4 億1324万8763。 いや、トイマイナス562というテスの任務内におけるリフ号が割り振られている。グリーゼ357系の惑星の軌道なさが打ち上げた太陽系外惑星探査機トランジット、系外惑星探索衛星によるトランジット法の観測とラスカンパナス天文台やケック天文台などによる1998年からの ドップラー分光法での観測記録を照らし合わせた結果2019年にグリーゼ357の周囲を3つの惑星が交転していることが確認された。発見された惑星は内側から順にグリーゼ357ビット、グリーゼ 357C、グリーゼ 357D と命名されている。これらの惑星はいずれも地球より 大きな質量を持つスーパーアースとされている。三つのうちテスによってトランジットが観測されたのは最も内側を交点するグリーゼ357ビットのみで残る二つはグリーゼ357ビットに対して軌道が傾いており発見論文が公表された時点ではトランジットは確認されておらずトランジットが起きるか否かも判明していない。 したがって、この二つの惑星の半径や蘇生といった特性は知られていない。唯一トランジットが確認されているグリーゼ357ビットは地球の1.2倍の半径と1.8倍の質量を持つが地球よりも約12倍多くの放射を主星から受けていることから表面の温度は 525K と推定されており、研究チームはこの惑星をホットアースと呼称している。 グリーゼ 357C とグリーゼ 357D は少なくともそれぞれ地球の3.4倍と6.1倍の質量を持ち、地球と同じ岩石で構成されたと仮定すると、地球と同程度から2倍の半径を持つと予想されている。グリーゼ 357D はグリーゼ357のハビタブルゾーンの外縁付近を交点しており、 温室効果などの影響を考慮しない場合の表面の温度は 219.6K とされ、表面に大気が存在していれば液体の水が存在できる可能性がある。そのため NASA はグリーゼ 357D を有望な世界と表現している。グリーゼ 357D のトランジットが観測されれば地球に最も近い潜在的に居住可能な惑星になるとされる。 ありがとうございます。